実演ストップお願いします。ストップ、このカードですね。では皆様でよく見て覚えてください。絶対に忘れないようにお願いします。そしたらですね、今日はあえて難しい方法にしてあなたのカードを探していきたいと思います。こんな感じで表と裏の状態にしてカードを混ぜていくわけですね。特に意味はありませんが、自分に厳しくがモットーですので、あえて難しい状態にして探していきます、こんな感じになってますね。表があったり裏があったりとか、こんな感じで、まあ、ぐっちゃんぐっちゃんな状態ですね。ここからですよく見ててください。この状態でパタ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 っとして、指をパチンと鳴らすだけで全てのカードの向きが揃って、たった1枚だけが裏向き、そしてこの裏向きのカードがあなたの選んだダイヤの2です。はい、では解説していきます。セットは特に必要ありません。まずお客様に自由に1枚のカードを選んでもらいます。選んでもらったら、その選ばれたカードをデックのボトム一番下にコントロールするわけですね。実演でやったのはこのタイプのボトムコントロールです。やり方わからない方は下の動画をご覧ください。選ばれたカードをボトムにコントロールしたら、このボトムのカードの上にプルダウンで小指でブレイクを取ります。バックルでも構いません。ブレイクを取ったら、このブレイクを右手の親指にこのように移し替えます。今結構大げさにやってます。そしたら右手の人差し指でデックの半分ほどこのように持ち上げるわけですね。でちょっとずらして、このままくるーんとひっくり返すわけです。でひっくり返したら、ブレイクの下にあるカードをこのように重ねて置いてくるわけですね。でこの状態にして展開ターンオーバーを行うわけですが、展開ターンオーバーのバリエーションです。右手はこのような動き、そして左手はフォールスターンオーバーですね。でこのままこんな状態にして置いてあげてもいいですし、実演のように直接テーブル上に置いてもいいと思います。ブレイクの1枚のカードを付け加えたら、このような動きです。同時にやらないと注目されてしまいますので、右手左手バラバラじゃなくて同時に動かせるようにしてください。そしたらこちらのパケットをテーブル上に置きます。でこちらは見せられますが、こちらは見せられません。そしたらこの状態で中身が見えないようにこんな感じで混ぜていきます。この一番上のカードが選ばれたカードですね。でこの状態で噛み合わせます。そしたら今1枚以外がこの感じ、表向きの状態です。ここまでのやり方は別パターンもね、いくつか解説してますので、お好みの方法を採用してください。そしたらここからなんですけれども、まずこちらのデックをこのように立てます。どっち側にこんな感じで立てても、まあさほど問題ありません。立てたら、まず半分ほどをパカッとこのように広げます。広げたら、次に右手左手同時に3分の1ぐらいですかね、まあ少なめをパッと取り上げて、こんな感じで横にディスプレイします。そしたら次にまた3分の1ぐらいを取り上げて、手前にこのようにディスプレイします。そしたら最後は半分ぐらいを取り上げて、奥にこのようにディスプレイします。こうすると表と裏がぐちゃぐちゃであるように錯覚します。このように示したら、また戻していくわけですが、全く同じような順番で戻すと怪しすぎるので、このようにします。まず手前側の2つをこんな感じでパタンとします。そしたら次は横にあるやつをこんな感じでパタンとします。そしたらこのまま持ち上げてパタンとします。そしたら最後はこのまま上にパタンとくっつけます。そしたらこのまま実演の場合は表向きが上になるようにこのように取り上げてます。そしてあとはお好みのおまじないかけると、全てのカードの向きが揃いますが、たった1枚だけ裏向きです。でこの裏向きのカードがあなたの選んだカードですという現象となります。解説がよくわからなかったという方はもう一回見てください。なかなか見かけることのない美しいディスプレイのトライアンだと思います。ぜひやってみてください。ポンチでした。